おい伊達さん。いえ、まあたく誰からも、まあ、まっとうにとそう長かったな。秋山の居場所を知らない。ああ、少し前変な事。そう、この辺りで。え、随分理由はいる。そうな、はるかちゃん。そうか。でもあと、まあまあ、それじゃ。おい、そこのおっさん。お小遣いもらえないっすかね。しつけがなってねえな。早く財布置いてけや。いらっしゃいます。一人だ。かしこまります。それではご案So tonight, come
ご利用ありがとうご。何なのよ、何それ猫のいない猫カフェ。にゃんにゃんにゃんさ、にゃんにゃんのそれはほら、んうちのなブリトニさあブリ、あれれお前、はい、
はい。逃げた。はい。みんな僕、まあ、無理で。それに野良猫。はい。うちはもちろん野良猫、はあ、でも野良猫、はあ、そんな、なんだしか、そうなの。いやいや、もしかして、なんだ、あの、その野良猫。はい。でも人慣れ。はい。なぜそ、だってんブリトリーちゃんも、それは血統書、どの猫も。でもカムロ町、僕は野良、そしてき、うん、仕方、ああ確かに、ありがとう。キリュウだ。キリュウさん、はい。野良猫は、野良猫、はい。懐いたら聖火に、わかった。それじゃあ、やれやれ。時間食っちまった。しばらく寝てろ。
すいません。あれ？久しぶり。本当にマスター、ありがとう。聞きたいこと、何ですか？スカイファイナンスの秋山って。ええ、あいつと連。そういえば秋山さん。そうか。ただ秋山、その噂を。そうか。はるかを。あれ？ああ。あ、そうです。でも。すまないな。うまいな。さ、行くか。ありがとうございました。しばらく寝てろ。
だよ。させんなよ。しばらく寝てろ。それはチャット、チャットはパソコンを使って、要はライブチャットは可愛い女の子とパソコンを通して生の会話ができる。まあ近い。ライブチャットか。少し興味はあるな。暇を見つけてネットカフェに顔を出してみるか。ああ、悪いな。いらっしゃいませ。そのご新規の方で、当店は入荷、はい、カウンセリング、そちらを。なるほど、それじゃあ。では、ああ、わかった。お待たせいた、私が。なんだ、キリュウさん。いいか。お、それでは、ああ、まずら一人一人、もしかしたら。そしてトレーニングは。ええ、ほら。なるほど。トレーニングと会員になった。以上がライト。なるほど。さて、込み入った。ああ。いやー、キリュウさん。ほう。いえいえ、さてキリュウ。ライザ。入会を。おお、ご入会。ああ。はっ、キリュウさん。では、まずトレー、その後。あ、わかった。はい。まあ、さ、それではトレーニングを始めましょう。キリュウさん。ああ。ではトレーニングルームへ。それではキリュウさん、どのトレーニングを行いますか。こいつを頼む。かしこまりました。それでは準備いたしますね。それでは開始です。うわ、グッ。うん、いいですね。うん、グッ。ヒッ、ナイス。ヒッ、その調子です。ヒッ、いいですね。さあ、続けていきますよ。ではキリュウさん、次はどのトレーニングを行いますか。これを。かしこまりました。気合い入れていきましょう。もうちょい早く。素晴らしい。ナイス。ブリリアント。もっと速く。素晴らしい。
イリアンだ。集中して、もうちょい早く。いいですね。 OK です。これいい。さて、キリュウさんは、そしてそちらをもとに自分でかん、もっとあれですが、自分でお前とはいえですので食事に関してはさて、それではお食事の時間です。今回おすすめのメニューですが、わかった。それではキリュウさん、頑張ってくださいね。いらっしゃいませ。さあ行くか。ありがとうございました。せやがって。いらっしゃいました。そして今回のライザップチャレンジの評価ですが、これで今回のライザップチャレンジは終了ですね。お疲れ様でした。いいもんいいもん。それならこっちから行きますよ。ダメだ。おじさんは、はるかちゃんのどんなところが好きなの？優しい。さて、
まずはドン・キホーテにでも行ってみるか。大抵のものは売ってるからな。しばらく寝てろ。なんだおっさん。おお、あれ。目障りだ。手間取らせやがって。ここまで乗り込んできたあなた方の勇気は認めます。でも途上界のヤクザがアジア外で偉そうな態度は良くない。エドさん、信用できねえのは分かるが、今日は戦争しに来たわけじゃねえ。あんたがそっちのボスに直接口を聞ける幹部だと見込んでよ。俺らも命がけで話し合いに来た。話し合いなら、その懐の銃は必要ないのでは。ここはあんたら中国マフィアの本拠地だからな。あくまで護身用だ。お互いにフェアで行こうや。あなた方東条会の言い分は聞かなくても分かっています。我々マフィアにアジア界で閉じこもっているとでも言うのでしょう。ああ、その代わり今度こそアジア外はあんたらの島だと認める。ボスにはこう伝えてくれ。今後アジア外以外の場所で中国人マフィアが姿を見せたら、うちは容赦なくやらせてもらうとな。ふん。
それじゃあ今までは手加減をしてくれていたのですか。ああ、そういうことだ。うちのボスの返事はもう私に託されています。ただ私は日本語下手なのでうまく伝わるか心配でね。まさか、うちの若いもんよりよっぽどうまい日本語だ。そうですか。でもやはりあなたの口からそちらのボスへこれから起きることをそのままお伝えください。ああ、おい、何する気だ。撃つ気ならさっさと撃たないとね。これが最妖怪ボスからの答えです。中国人が二人もやりやがって、殺してやれ。あいつらが中国マフィアってわけか。お前何見てる。いや別に。気に食わない顔だ。ずいぶん手が早いな。俺が何したってんだ。話せ。誰だ？お前。ちょうどいい。あんたらに聞きたいことがあるんだがな。何？秋山って男を知らねえか。スカイファイナンスってマチキンをやってた。あんたらに狙われたって話を聞いてる。秋山なんて男は知らん。本当か？喂，这里已经没事了。咱们走吧。間違いねえ。ありゃ四代目だ。堂島の竜が帰ってきたのか。おい、行くぞ。本家に知らせに行く。
いらっしゃいませ。